小野えりの声優ですが、イエーイ、始まりました。お、今日はなんか2人いるなというのはとりあえず置いといて、まず番組の説明からでもサクサクっといっちゃいますよ。今日は忙しいから、はい、まず、はい、この番組は毎月第2日曜日の16時から50分間、踊れる個性派声優、私小野えりが皆様に笑顔を届けるために、それ声優と何の関係があるんだってことまで全力で放送する番組です。イエーイ、イエーイということで、なんと、あ、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。こちらもよろしくお願いいたします。一応言っとかないとね。はい、なんといつも一人でやってるけど、隣にいらっしゃいます、今日はゲストをお呼びしてます。早速紹介させていただきます。シンガーの久野愛さんです。どうも、久野愛です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。これね、いろいろ私もプロフィールね、いや元から友達だし知ってるんですけど、ここはちょっとね、愛ちゃん本人からいろいろ言ってもらおうかなと思います、はいはい、ではプロフィールお願いいたします。はい、3月16日生まれ、シンガーの久野愛でございます。いやいや、そっから始まる。はい、はい、なんで、はい、ですね、まあ私は歌でやってきてるわけなんですけど、うん、まあいろいろ活動で言いましたら、うん、そうですね、こう16ちゃんの CM だったり、はい、どういうやつ、どういうやつ、ね、あの新垣結衣ちゃんが出てるやつで、あ、ちょっと前のやつかな。あ、そう、ちょっと前、最近流れてないんですけど、うん、ご当地キャラがたくさんいるところで、はあ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 、あの新垣結衣ちゃんが見たことありますよ。そう、うん、本当、うん、あれのコーラスとかをやらせていただいたりとか、あとは、あとはそうですね、ティアラさんっていう K-POP アーティストのコーラスで参加したり、あとあったかいんだから、あの、はい、熊虫さんの、でもね、あったかいんだからの曲じゃなくて、その後に出たシャンプーって曲なんだけど。あ、わかる、わかります、わかる、わかる、あの髪の毛ないのに40プッシュするっていう曲なんですけど、シャンプーをあれのコーラスで、あれやってたんだ。あれも一応入ってるんですよ。そうなのね、私的に声優って聞いてたけど、声優の CM。 あ、そうそう、スーパー声優ね。そうそうそう、あ、私の声優じゃなくてスーパー声優。ごめんなさいね。そう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 、そうなんですよ。そう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 、あれが初めて、私多分仕事初めていただいた仕事。あ、そうだったんだ、うん、そうなんです。そうですね、バスプラっていう曲で、うん、そうそう、あの検索すると出るの、バスプラ、バスプラでしょ。そう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 、歌ってたの。え、歌ってる、歌ってる、歌ってる。いや本当に、あ、そうだね、じゃあもうちょっと私がね喋り出したと止まんないから。はい、それだ、それだ、どうぞ。はい、そうですね。あ、あとまあ最近ね、やっぱりこう今までコーラスとかで参加することが多かったので、はいはいはい、自分がメインっていうのがほとんどなかったんですけど、うん、まあ昨年2015年に、まあ、PS ビータ、はい、うん、ゲームだね、元気だね、はい、から出た男遊郭というゲームの主題歌をやらせていただきまして、うん、いやいいじゃん、すごいじゃん。いや本当にね、もう感激でしたね。そうよね、今絶賛発売中よね。発売中でございます、うん、なんと、まあ、声優さんたちがとてもすごい豪華で、そうなんです。そう、そこでね、私ね、いや普通に友達だったんですけど、歌ってるっていうのも知ってて、あ、そうなんだ程度、なんか応援するよみたいなこと言ってたんだけど、実際その私的にもさ、声優だし、うん、ゲームとかそういうのは興味があるんで、うん、でイベントがあるっていう、男遊郭っていうゲームのイベントがある、来てよとか言ってすごい軽く言ってくれたから、行く行くとか言ったら、すんげーちゃんとした会場で、すんげー客がいるところで一人で歌っててびっくりしちゃって、いや、はい、あ、ごめんなさいと思ったもんね。私も、ま、あのそんなにね、まだね、そんな広いホールでやったことなかったんで、初めて会場入りした時に、あ、終わったと思いましたね。そうなのよ、だから私とかはもちろん知ってる豪華声優陣たちが声を当てているゲームなんですけど、はい、もう帰り道すぐ私 iTunes で肌桜を落としたからね。ありがとうございます。本当にいい曲なんで、よろしければ聴いてみてください。はい、ぜひ、という感じですね。いや、簡単にしすぎちゃいましたけど、うん、こんな感じでよろしいですか。ありがとうございます、小野えり先生。 いいですよ。本当にいつもこんな感じじゃなくて、私 の、 あのダンスのねレッスンとかにも来てくれたりする、このゆるふわキャラ、なゆるふわかな、うちゆるふわって、え、今聞いた、ゆるふわかなとか言ったけど、自分でブログに書いてるから、ゆるふわちゃんみたいなこと書いてるから。違う違う違う、ね、そんだけはね、何何この人、何この人、違うの、あのね、うん、違う、その時はね、キャラをさ作ろうとしてて、うん、ああなるほどね、なんかこう、うん、結構格好がバラバラだから、うん、こういう格好してると、うん、ゆるふわだねみたいに言われるんですけど、ね、中身は全然もうただの、バンドとかもやってるから、その時は結構激しいんでしょ。そうですね。じゃあね、はい、そんな愛さんと一緒に今日は番組をやらせていただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。番組の内容もね、いつも一緒だから、はい。じゃあ早速一発目いっちゃうよ。イエイエイ、いきます。
ます、はい、はい。映画を見るならこれでしょうのコーナー、イエーイイエーイ、はい。こちらですね、一応映画の吹き替えを主に仕事とさせていただいております、私声優の小野恵美が、あの映画を見るならもうこれがおすすめだということをね、こう報じていくコーナーでございます、はい。ただまあ今日はせっかくゲストに来ていただいてるから、ゲストのおすすめの映画なんかを聞いていこうかなと思いまして、はい。いや、映画見てる、ま、映画ねめっちゃ見る。あ、そうなの。めっちゃ見る。映画館で見る。いや、スタイル、いや映画館も行くし、多分、ね、映画館は月1か2ヶ月に1回ぐらいは行ってるレベルで、過ぎてんじゃん、同じぐらいじゃん、やべえ、あ、本当に。なんかね、今年か去年ぐらいから映画にハマりだして、あ、そう、そう、なんかもう最新作で面白いのありそうだなと思ったら映画館行ってみたりとか。あ、やるね。なんか私より映画通かもしれない。やばい。じゃあ今日はそんな久野愛さんのおすすめの映画を紹介したいと思います。はい、久野さんどうぞ。私のおすすめの映画はバーレスクです。バーレスクです。イエイイエイ。知ってるかな皆さん。知ってる人 ね結構多いと思うんですよね。私も、うん、いや言って私の周りさダンサーばっかりだからさ、うん、で歌歌ってる子とかも多いし、うん、やっぱねこれは有名っちゃ有名なんですけど。うん、そうですよね。どうなんだろうね、みんな知ってるのか。クリスティーナ・アギレラさんとシェルさんがやってるやつですね、はい、これです。じゃあ言うてこれ何年前だろう、結構前だよねこれね。本当そうだ、5年以上前だよ、前だよね。いや、ね、もっと前だよ。あ、もっと前か、うん、多分。確かね、私が専門時代だったので、もう多分5、6年前になるんですけど、私のボイトレの先生もやっぱりすごいおすすめしてましたね。やっぱそうなんだ、うん、いやアギレラさんがすごいいい声だもんね、うん、いやじゃあまず簡単にこの映画の説明お願いしてもよろしいですか。私が言うんですか。当たり前ですあんたがおすすめっつったあんたがおすすめっつって思ってそうですね、まあ言いますと、はい、その主人公の右、あ、この真ん中にいるこれね、はい、アギレラちゃんね。アギレラちゃんが、はい、まあ田舎の、うんうんうん、アメリカの田舎の町で育ってるんですけど、うんうんうん、やっぱり自分の夢を叶えたいということで、うんうん、ニューヨークだっけ、ロスだっけニューヨークじゃなかったかな、ニューヨークかな、うん、に、まあ、出てきて、うん、まあ、いろいろこう自分探ししていくんですけど、うん、そこで出会ったこうなんてバーレスクっていうショークラブっていうのかな、うんうん、そうだね、なんかバーみたいな感じ、ショーバーかな、お酒あったもんね、ね、うん、あそこでこう、まあ、入ってどんどんこう活躍していくっていう、うんうん、もう本当 サクセスストーリー、サクセスストーリー、サクセスストーリー、ギリギリだね、サクセスストーリーね。そうなんですけど、うんうん、またまた歌もいいし、なんかすごいやっぱ共感しちゃうっていう、あ、何、夢を追っかけてる感じ。そうだってもうまんま一緒だもん、あ、いやまんま一緒だもんって言うと語弊があるわいやなんか、ね、田舎から出てきて、そう出てきてさ、なんか夢追いかけてさ、うんうんうん、でもやっぱり周りにはちょっと意地悪な人とかがいて、でもそれでもやっぱりこう頑張って成功したいっていう気持ちでさ、うんうんうん、やってね、うんうんうん、こう逆転するシーンがあるんだよ、うんうん、逆転っていうかもう あそこで私何回も泣きましたねそうなのよね、うん、これ結構私もダンサーとしてこう結構わかるところがあって、うん、いや大変だよね。そうだよね、うんうんうん、いやもうアギレラちゃんがすごいいい歌唱力だからこそ成功したかもしれないけど、でもいろんな運もあるしね、人もあるしね、うん、そう。いやこれ何回ぐらい見た。え、私多分40回ぐらい見てると思うその何なのその中途100回って言うとさ持ってるでしょってなるけど、40回ぐらいだとリアルじゃん、ね、40回ぐらい。じゃあ持ってんだ自分で。え、持ってる、ブルーレイ。あ、ブルーレイ。しかもブルーレイ、お、いいやつ。もう本当に見もうね、なんだろう、うんうんうん、ずっと流してる時があった。見なくてもこう再生しててってぐらい。もう何、BGM 的な、うん、的な、ここに流れてる的な感じで、そんな感じでなんか掃除とかしながらこう見てたりとかするぐらい。めっちゃ好きだね。私ちょっとそういう映画まだないかも。本当、日常で流しっぱなしにするやつはまだないかもね。え、じゃあどのシーンが一番良かった。やっぱりね、その働いてるさ、うんうんうん、ショーバーのところで、うん、いきなり意地悪な子にマイクを抜かれるんだよね、うん、マイクってか音響を抜かれるんです。これ言っちゃっていいのかな、大丈夫っしょ、大丈夫かな、大丈夫っしょ、うん、ですけど、うん、本当はそこは歌わないで踊りだけを見せるバーなんですけど、うんうん、バーっていうかショーなんだけど、うんうん、そこでもう音響止まっちゃって帰るお客さんとかいて、うんうん、でステージにいる子はやばい、うん、やばいやばい、ざわざわだね。なった時にアギレラがアカペラで歌い出すっていうシーンが、そうそうそう、めっちゃ鳥肌立つ。マイクないのにね、そうそう、それに周りのバンドが
乗ってどんどんこうショーがもう次私も喋ってんじゃん私も好きだからね、うん、そうそうあのシーンはやっぱいい ね、 いいね私も結構一番好きいきなりこうアギレラがこう歌いフューチャーされる瞬間だもんね、うん、それまではすごい下の方で頑張っててってところだもんね、うん、いやー分からんもう一回また見たくなってきたなそうこれさそうなんか結構自分に似たところがあるとか言ってるじゃん、うん今の自分にこの映画がなんか影響してるなってとこある影響してるなって思ったのはそうだねなんか、うん、今そのアギレラが出てきた当初出てきたっていうかこの映画でね、うん、やった当初ってさ決められたことをやってるだけだったんだけどあー、はい、その踊りとか、はいはい、で歌は歌わないでしょ、うん、だけどなんかハプニングをチャンスに変えて、うん、それでなんだろうバンドとか周りも引きつけてね、こう セッションじゃないけどこう合わす感じでさそれで周りはこうねやっぱ盛り上がったわけだからなんかそういうの音楽やってる人としてはやっぱ大事だなってハプニングをチャンスに変えるか確かにもうさもうやっぱ生がいいっつったって生ってほんといろいろあるわけよそうです ね、 ねそうですね、まあ、コード抜かれるはあんまないかもしれないけどコード抜けちゃうぐらいならいくらでもあるもんね、うん、確かに踏んでてとかあるあるあるなんかハプニングあった今まで今まで、うんまあ、いっぱいあっただろうけどねうん、ほら去年男遊郭のイベントに来てもらった時に、うんうん、エリちゃんに来てもらったのは昼の部だったのあ、はいはいはい、そう、そうだね、それで夜の部があったんですけど、うんうんうん、まあ久野さんに歌ってもらいましょうあだ桜って言われた時に、うん、なんかカッカッカってカウントが入る歌始まりなんでカッカッカってカウントが入るんだけどカッカッカって言って歌い始めたら音楽が流れなくてでアカペラで最初のサビを歌ったんですよ、うん、そしたらなんか周りはもうなんかえみたいな感じになってるんですけど演出そう演出みたいになってそしたら司会者の人が急いで出てきてすいませんやり直しますみたいな感じになったんですけど、あそれそうなんだそうそれでやり直したんですけどなんかその反響がすごくてなんかアカペラめっちゃ鳥肌立ちましたとか楽しかったとか あれ演出じゃないんですねとかそういうリプがめっちゃ来てすげえ今鳥肌立ったすげえいや本当にでやっぱりこううちの関係者とかも来てたんでなんか やってやったみたいな感じするねみたいなえすごいじゃんそれこそハプニングをチャンスに変えたねいや変えましためっちゃ美味しいと思ってすごい謝られたんですよ終わった後に、うんうん、ごめんなさいみたいな PA の人とかにごめんなさいって言われたんですけどいや逆に美味しかったですありがとうございますそれはいいねなんかさ現場としてもう、うんうん、やっぱもうこういう人でよかったとも思うしお客さんとしてはラッキーだからねそうラッキー、うん、私でもすごいラッキーだと思うすごい好きな人の曲聴きに行って、うん、ありえないこと予定にないこと聞いた方がラッキーな気がしない、うん、するよねそうそうそうその時の対応でまた人柄が出るじゃないこのゆるふわだと思いきややるときはしっかりやるいややりましたねキャラを出せたのかなと思います出せましたちなみにさこれさ持ってる CD CD も持ってるあ私も持ってる持ってるあ本当にどの曲好きあーねショーミーかな一番最後のやつかな一番最後のやつよねあエクスプレスの方が好きかも真ん中ぐらいで一番こうこのねアリっていうキャラクターなんだけど、うん、クリスティーナ・アギレラちゃんががこうそのアカペラで歌を歌った後にあんた歌っちゃいなさいよっつってドーンってやったやつだよね、うんうんうん、結構 CM とかで流れたのがそのエクスプレスって曲だと思う確かにこれもかっこいいかっこいいこれねダンスかっこいいダンスかっこいいすぐダンスにつなげるダンスかっこいいのなんかね多分なんですけど、うん、今までこういうわかんないショー的なのもあったと思うんだけどヒップホップをずっと私やってきて、うん、そういうスクールとかねあのスポーツクラブには今少ないかなとかにはなかったレッスンが増えたのこの映画によってあそうなんだヒールっていうジャンルが結構増えてきたのヒールを履いてセクシーに踊るっていう、ないのよ、まあ、なかったんだまずねスタジオが許さないのよねヒール履くとそう傷ついちゃうから、ね、そうだそれでもカバーしたような生地をさらに上に引いて、うんうん、あんまりあのブニブニしすぎるとそれはそれで回れないかったりとかするからそうこの映画が出てからすごいみんなやりたいって人が増えたからそういうレッスンが増えたからこうシンガーだけではなくダンサー的にも結構革命的だった
映画だと思います、うん、いやいいの紹介してくれたじゃん、ありがとう。いいいいいい、えやるじゃん、 ありがとう。何よ、ただのゆるふわじゃないじゃん。なんだよかった、ゆるふわだと思ってる人いんのかな、うち。いや一応ほら見た目的にさ、見てこのシャツとこのふわふわ感、ふわふわいいじゃん。じゃあこのコーナー締めたいと思います。いいね、何でもできるね、あんたね。うそ、嬉しい。よいしょ、ではでは次のコーナー行っちゃいますよ。はい、行きます。ざっくりお悩み相談室のコーナー、イエーイ、イエーイ、イエーイ。ということでですね、いつも通りでございます。ただ今日は愛ちゃんにも一緒に相談に乗ってもらおうと思いますよ。はい、このコーナーですね、皆様から寄せられたお悩みを私のざっくりした性格でざっくり相談に乗るというコーナーなんですけれども、ざっくりしまくってんじゃん、もう性格的にどう、え、何がこうザクザクしてるっていうよりはうんうんっていうこう聞き上手な感じするんだけど、どう。いや、うちめっちゃザクザク、どうなんだろう。あ、そうなの。うん、あ、いける、いける口、いける、いける口、いける口、うん、あ、じゃあいっちゃうよ。あ、どうぞどうぞ。ただね、あの、このコーナーに寄せる、あ、今週もありがとうございます、今月もありがとうございます、いっぱいね、いろんな方から寄せられてますけれども、すごいね。あのね、毎回来る質問があって、うん、あのね、彼女ができませんだから言うとるやろみたいな彼女ができません毎月毎月だから言うとるやろみたいな感じなんですけどただ今日はいつもと違ってね、私だけじゃなくて久乃愛ちゃんの意見もあるから、うん、ちょっとこれ言っとこうかなと思う。一発目にね、うん、彼女ができません、どうしたらできますかという中野さん20代男性の方から相談でございますどう思う。いや、もうちょっとね、詳しくその方の情報知りたかった。そう、そうなのよ、うん、なぜ彼女ができないかとかもいろいろ言ってあげたいんだけど、うん、そう、彼女ができません、どうしたらできますかって言ってるからダメなんだよって私思っちゃう。あ、まあ確かにそう、どうなんだろうね、なんだろう、今までいなかったのかな、一、うん、人もいなかったのか、うん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 、それともなんかまあ別れちゃってまた欲しいなのか、うんうん、でもこの書き方は多分今までいなかったっぽい、いなかったっぽいね。いなかった人はじゃあどうしたらいい。私もね、なんかもう喋、うん、る、喋る、男性はやっぱ喋れる人がやっぱいいんじゃないかなって思う。なんかもじもじされちゃうとこっちももじもじしちゃうから、気さくにとか出会いの場に行くとか、それが、まあ、ありきたりだけどさ。いや、でもそれって結構大事かもしんないよね、喋るか、うん、結構さ、そんで喋んない男性は気を使って女の子が喋ったりとかするじゃん、うん、それに対しての返答もね、なんか喋れないなりにすごい頑張って、うん、うんうんとか、うん、いやそうなんだけどとか言ってくれたら、うん、逆にキュンキュンしちゃうよね、喋れないなりに。そうだね、するする、そうそうそう、頑張れよ、頑張れよ、なんか頑張れよそう、そうなんだよ、とりあえず、うん、なんかモテる人の真似してみるとかね、うん、それめっちゃいいと思う。いいよね。でもさ、でもさ、なんかその頭ポンポンとかさ流行ったじゃんとか、はいはい、あれメイク変えたとか、あ、はいはいはい、それさ、キュンってする人とさキュンってしない人分かれるから。あ、ね、しない人、あ、うちもどうかな嫌じゃないと思うけど、うん、まあ多分相手によるだろうね。あ、そうだね、なんだよ 今までいきなりの飲んだよみたいな感じになるじゃん、うん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 、だからそうね、タイミングだよね。そうだね、難しいね、うん、ほんと難しいけど、ね、なんかね、似たようなやつなんだけど、逆にね、直接会って話したいもん。あこういうとこがダメなんだよみたいな感じね。ダメとは言えないだろうけど、こういうとこをこうした方がいいんじゃない、まあ、そう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 、頑張ってみたいな、自信持ってって言いたい。そうだね、別にさ、そんな、いや、いつも言ってんだけど、うん、人類半分女なんだから確かに確かにそうだよって思っちゃうけどね、うん、いや、どうなん、あんたはさ、そういう性格だからいいんだって言われがちだけど、ね、似たような質問なんだけどね、うん、すごいすごいよ、いくよ、はい、あのね、爪を切るのがめんどくさいです、やっぱり彼女ができないことと関係してますかハッスイさん、ねえねえ、20代男性、めんどくさいんだってただ切ると思うの、ただ切ってると思うんだけど、これは、うん、めんどくさいんだって。もう男の人ってそうなのかね、爪を切るのめんどくさい、めんどくさいらしいよ。ああ、そうなんだ。へー、だから飲食店とかだったら切んなきゃいけないけど、うんうん、普段会社とかだったらそんなに切んないってこと。まあでも1ヶ月で爪ってめっちゃ伸びるよね。伸びるね、うん、私すごいもうドトール歴が長いからさ切んないと気が済まなくてさ、長くできないのよね。うん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 、だから逆に、うん、あの、切らないことができない。あ、なるほどね。そう、もうしょっちゅう切ってる感じはする。でも絶対関係するよね、うん、あのこれだけじゃないと思うけど、うん、なんかね、めんどくさいと思うからめんどくさいんだよね
あー、はいはいはい、はい、だから、うんうんうん、やらないと人としてダメだって思えば多分切るよ。そういうことか。そう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 、女の子にモテるモテないじゃなくて人としてダメだと。そう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 、もうね、変えてこう、意識から。そうだね、うん、意識が変えてこう、意識改革始まりました、はい、あ、結構ざっくりしてんね。でしょ。うん、うん、よかったよかった。でもみたいなのが始まるかと思ったけど、よかったよかった。いや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 、ただネイルしろってわけじゃないから。そうだね、うん、お手入れしろっつうんじゃなくて爪を切った方がいい。まあでもやっぱ手綺麗な方はモテると思うんで。ああ、そうね、逆を言ったら確かにそうだ、ね、手長い人とかもいいよね、うん、でもやっぱりゴツゴツしてる手もさ男っぽいから。あ、まあでも爪はやっぱ 長すぎたりするとちょっと清潔感があれだし。え、手ちなみにゴツゴツが好きな。あの、別になんか自分より細かったら嫌だ。いるじゃん、あ、なんかもう女子の手みたいな、ピアノがうまそうな手。え、嫌じゃないんだけど。いるよね、たまにすげえピアノうまそうみたいな、うん、いるよね、いるよね。それなんか何も思いも持ったことないのみたいな、いますけど。え、でもさ、愛ちゃんバンドとかやってさ、ギターとかやる人って結構指、うん、細くて長くない？あ、うん、確かにいますね。いますけど、みんな筋肉ついてる。あ、手に。そっかそっかそっか、そうだね。そうで、なんか逆にやっぱ太くなるっていうか、ゴツゴツしていくんで。そうなのね、うん、ほどね。なので、うん、指の力をつけましょうって。そうですそうですそうです。もう私もなんか私、うん、そうだな、なんか柔らかそうな手がいい。あ、プニプニ、うん、プニプニ、あ、プニプニいいね、うんうんうん、まあ豆は豆でいい、どちらもいいんかい。はいはい、次どうしようかな。あいちゃん面白いな。そしたらね、うん、何いこうかな。はいはい、じゃあこれいきましょう。たぬきちさん、20代女性の方です。女性よ、うん、目上の方と話すときに緊張してうまく話せません、はい、どうしたら楽しくお話できますか。あー、でもわかるよ、うん、すごいわかる。緊張するよね。する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 よ、全然する。なんか年下でもこの人すごいなって私が個人的に思う人だったらやっぱ緊張するし、うん、うん、どうしたら楽しくお話できますか。私ね、うん、友達だと思うその人。あ、一瞬にして、やっぱりこう人としてさ、こうなんかかしこまっちゃう気持ちはあるんだけど、うんうん、そしたら向こうも気使うから、うん、あ、そうなんすねみたいな感じで、うん、フランクに喋ったら、うん、多分緊張しなくなるんじゃないかな、うん、でも気をつけて、たまにタメ口出るから私なんか癖あってさ、あ、うんうんうん、さあとか言っちゃうの、うん、あのさあみたいな。あ、そうなの、やばいねそれね。すごいかしこまったのに、あ、それでさあとか言って言っちゃうんで、うん、それはちょっとまずいかなって思うんで気をつけてください。それ言っちゃった時どうすんの。え、もうすぐもう何もなかったような感じでスルスル、あ、それでさあって言っちゃった、ごめんなさいとか言って言わない言わないんだ。気づいてないふりする。あ、気づいてないふりする。そうそうそう。あ、なんかテンション上がっちゃって、もうあなたと話してるのが楽しいってこと。そうそうそう。なニュアンスに持っていく。うん、あ、なるほどね。それでいい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 。そうです、田中さん。目上の話、うん、そうだよな。これ真面目な場所か、うん、あれにもよるよね。そういう、なんだろう、仕事と関係ある人と関係ない人にもよるじゃん。うん。そうだね。ね、緊張しいなのかな。緊張しいなのかな。緊張する方。あーし、普通にする方だと思う。あ、本当。でもそこまでじゃないかも。あ、うん、コントロールできるレベル的な。なんかね、そう、緊張するって思うとするんだって思うと、あ楽しもうって気持ちがあれば。そうね。あ、緊張するかもって思ったら確かにしちゃうよね。うん、うん、あのさ、じゃがいもと人参とか考えたりする。あ、それさ言うけど私はね、思わん。私も思わん人として、ね、見ちゃう。やっぱそう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 、なんなら目合わせたいけど、目合わせたらいろいろ飛んだりするけど、うん、そうそうそう、私もそれ思わない方だな。そうだね。でも緊張しない人もどうかと私思うからね。あ、思うだよね、うん、緊張は楽しんだ方がいいと思う。なんか逆にテンション上がらない？あ、上がる上がる上がる。なんかこんなにたくさんの人が見てくれてるんだって思うと、うん、なんかあ、もっと
なんか自分の限界を超えた何かを見せたいみたいな思って、たまにライブでめっちゃ熱くなるっていう、めちゃで後で映像見てうわーってなるけどでもその時の気持ちが爆発してるから絶対いいなと思って、うんうんうん、その方がいいよね、お客さん的にもいいと思う、うん、そうそうそう、うん、だから緊張は怖くない、うん、怖くない、なんかね、緊張するからダメって思っちゃダメだね、そうだね、緊張してなんぼでしょ、そっからやっぱね超えてった自分最高みたいになるじゃん、うん、そうそうそう、それだよ、そうそうそう、前向きな気持ちだよ、前向きに考えた方がいいと思う、うん、そうそうそう、緊張がダメっていうのはね多分ねないよ、緊張楽しい、うち、うん、好き、私も結構好きだな、うん、あえて自分を緊張する場所に持ってったりとかもするもん、そうじゃないとダメだよね、なんかね若返る気がするよね、あなんかごめんいくつだ、え年寄りいくつなんだよてめえ若い若い、そう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 、そう、そうね、うん、うん、だから楽しく友達のように感覚で、はい、自分を騙しながら話してみたらいいんじゃないでしょうか、うん、ただタメ語には注意ということで、そうです、よろしいですかね、たぬきちさんね、うん、じゃあ次の質問参ります、はい、うんとね、これいこうかななんじゃ、すいませんね、いろいろ個性的なね、うん、質問が来るんです、ありがたいことに、うん、嬉しい、ありがとう、まるさん40代男性の方です、はい、歩く歩道の、歩く歩道、あなんか日本語おかしいけど、まあいいか、歩く歩道の降りるタイミングがつかめませんどうしたらいいですか40代じゃまだ早いんじゃないか、あーちょっと厳しいかなあれだよね、空港とかによくあるやつだよね、あれでしょ、こういうさ、そう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 、まっすぐで、なんなら歩いた方が早いんじゃないかってやつ、うん、楽だけど、うん、ベルトコンベアみたいなやつね、あれの降りるタイミングだって、これか、私結構さ乗るタイミングの方が怖い気がするけどね、 あ確かに持ってかれちゃうよね、そうだよね、そうだよね、そう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 、うん、どうそうでもない、なんかそんな感じするよね、うん、するする、で降りるタイミングこれいつもどうしてるんだろうね、絶対ちゃんと降りれてるから大丈夫そうどうして見たいんだけど、その、うん、こせーのってやってる時がかわいいな、かわいいね、どうしたらいいか難しいね、もうすぐっていうのが、うん、たまにアナウンス流れるじゃん、もうすぐ歩道が終わりますみたいな、あれ流れるところあるよね、あるかな、流れないとこもある、うん、流れるところは空港は大体流れるはず、あそうなんだ、そう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 、そうはショッピングモール大体流れない、うん、あれがまたさ焦らせるんじゃない、そうだね、あれない方が普通にいいよね、カウントダウン的なさ来るぞ、そう来るぞ来るぞ、そうそう、えあ来るぞみたいな、あのジェットコースターのガタ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 みたいな時のあれみたいな感じで緊張しちゃうんじゃない、ただ転んでもかっこよく前転すればいいよ、うん、ツンってやったふりして前転してピッつって、うん、いや全然転んでないからみたいな、うん、そのぐらいの方がねつってパフォーマンスですかみたいな、でふっつってこう歩くみたいな、それ見たいな、その現場実際自分でできるかっつったら別だけどね別だよね、別だけどね、そんな、いや多分私もそうなるんで、いつかお前あんな風に簡単に降りれてたけど、うん、降りれなくなる時が来るんだよっていうこと、あそういうことやだどうしよう、足腰は大事にしましょう、何の話や、そうですな、うん、何の話や、スクワットしよう、どうしたらいいですかっていう質問なんだけど、どうしたらいいこれ、えそりゃあれだよ、こう足上げて待ってればいいんだよ、あー来るぞピョンって、えでもうちも若干ジャンプっていうかもうピョコって感じで降りてるかもね、あんまさその歩くほど乗らないけど、うん、こうやって近づいてきたら、うん、ピョコって、あ軽くジャンプしてんの、軽くジャンプしてる、可愛い感じいやいやもうちょここれだよ、もう真似して真似して真似して手つきでやってピョンってしてますいややらない、やらない、見たいわエリちゃんのピョン、普通にスッていくめっちゃスマートにスッていきそう、片足上げてくっていうのにちょっとよくない、手すりが絶対あるじゃん、うん、で近くなったら手すりと片足ちょっと上げといてホイってやればいいってことでしょ、うんうんうん、え普通によくないその意見、うん、ちょっといい、そうだよ、うん、ピョンってやれとは言わない40代男性の方には手つきでピョンってやるとは言わない、やってもいいんだよ、やってもいいんですけど、だから片足上げてたらいいよという意見、うん普通の意見ですいません、でも大丈夫でもそうだよね、うん、結構だって歩くよりも遅いんだから、うん、そうだね、考えたらそうだよね、なの落ち着いてやれば大丈夫だと、うん、何上から目線で言ってるんだ、はい次はい、うーん
じゃあこれいこうかな。20代男性バカリストさんからです。僕はトマトと人参が好きではありません、うん、何か美味しく食べれるいい方法ありませんかということです。へー、トマトと人参大好き。私も大好き、うん、嫌いなもんある？うちない。あ、ないんだよね。そうだよね。そうなんだよ、何でも食べちゃうんだよね。私もね、嫌いなもんね、ないの。いや、肉の油はちょっと苦手かな。まあなんかさ、そういうのって気分もあるよね。いや、脂っこいもん今日は食べれないとか、そういう感じのあるけど、うんうんうん、基本なんか無理っていうのはないかな。料理する？結構する。あ、やるじゃん。するんですよ。ちょっとなんかないの？トマトと人参だって。うちね、人参はね、小さい頃ね、人参スープ作ってもらったの。何それ？めっちゃ美味しいんだよ、人参を、うん、うちのお姉ちゃんが野菜嫌いだったから、うん、そのお姉ちゃんに食べさせるために作ってたんだけど、なんか人参をまあ切ってミキサーにバーってかけて、あとね、まあ、だしと豆乳、牛乳か豆乳なんですけど、あれで入れるとめっちゃ美味しいの。なんかコーンスープの人参バージョンみたいな感じなのかな。そうそうそう、クリーミーでポタージュとかコーンスープみたいな。え、それさ、でもさ、人参嫌いな人大丈夫？そんなもろ人参で青だってさ、嫌いな人って普通、うん、いや私これね、この質問来た時に、うん、まあ、一瞬ハンバーグって思ったわけよ。あ、だから細かく切って味とか食感を分からなくすればいいんじゃない、うん、って思ったけど、もろ人参じゃん、それだって。もうそうだね。食べてた？食べてたような、食べてなかったような。興味ないそうです。アニメは好き嫌いに興味ないそうです。そうだね、もう興味なかったね。あ、そうなんだ。でも自分は好きだからごくごく飲んでた、うん、めっちゃ美味しいっつって飲んでたんだけど。そうなんだ。まあ人参か、人参ならなんとかなる気しない？だってあれさ、うん、味ないじゃん。いやでもさ、うん、好きな人から言わせたらそうなんだってね。なんか青臭いとか言うよね。そう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 。でもさ、トマトの食感がダメとか言われたら、食感って難しいじゃん。なんかさ、トマト嫌いな人ってさ、でも、うん、なんかトマト、あのスパゲッティ、スパゲッティとかのさ、あ、トマトソース、トマトソース、うん、とかケチャップは大丈夫って言うじゃん。なんなの？あれなんなんだろうね。あれもうちょっとよくわかんない。なんなん？あ、そうなん。なんかぐちゃっとした感じが嫌いっていう人も多いけど。じゃあこのワカリストさんが何かちょっとあれだね、わかんないけど、トマトと人参もうオールジャンルダメなのか、はい、でもどっちもいけるっつったらやっぱハンバーグじゃん。ね、絶対ハンバーグ好きでしょ。ハンバーグ好きでしょ。絶対好きでしょ。嫌いな人いないでしょ、ハンバーグ。ハンバーグとか嫌いな人いないしあんま。うん、いやだから、うん、でもね、多分ね、そういう人ってめんどくさがり屋なんじゃないかなって思うんで。あ、人参をね、細かく切ってまで料理するかみたいな。ないね。そう、ないっしょ。ないね。だからもう相手に作ってもらってください。ないね。そうだね、20代男性。はい、そうだね、彼女に作ってもらったらいいです。人参避けられないものってでもある、うん、あ、肉じゃがとかだってさ、ど定番だけど。あー、じゃあ人参抜きだね。あ、人参抜きか。あるか。人参抜きにしてね、もらうしかないよね。そうだよね。さ、一緒に入ってるだけでも味が移って嫌だとかだったら結構大変だね。あ、それはかわいそう。あ、もう克服しよう。食べれるよ、うん、なんか多分食べてないのかもしんない。子供の頃ダメで食べてないとしたら、大人になって食べれるようなものって結構あるから、うん、一回食べてみて、おろろろってなったらまた考えましょう。まあでもさ、野菜全般がダメなわけじゃないから、じゃないよ、ね、まだ全然いいと思う。そうだよ、うん、そうだよ、確かに確かに、いいこと言ったね。これだけだったらなんとかなりそうな気がしない？うん、なんとかなる、うん、赤っぽいものがダメなんでしょ、つまり。あ、大丈夫大丈夫大丈夫だよ、食べてみなよ。大丈夫、なんかいろんな味のトマトと人参を食べてみたらいいと思う。可愛いよね、好き嫌いある人って。あ、なに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 、なんか俺人参食べれないとか言ってると、うん、私無理やり食べさせたくなっちゃうんですけど。いやいや、ちょっとちょっとだけとか言って言いたくなっちゃうんだけど、まあ、アレルギーじゃなければこう無理やり食べさせますよ、ね、アレルギーはまずいけどね。そう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 。え、で食べさせてどんな反応返ってくるの？そう、顔見る。で、うーんみたいな。うん、面白い。だって口入れちゃったら飲むしかないみたいな、うん、もうあんちゃん入れられたから食べるしかないんじゃないの。可愛いじゃん、それを見て楽しんでんの。うん。いや、したことないけど。全然ゆるふわじゃねえかそっか、したことないか。したことないけど、 したくなってしまうってことね。したくなっちゃう。なるほどね、うん、意外とそういう面もあるんだね。はい、
今日ちょっと楽しいな、愛ちゃんのいろんな面を見ております。恥ずかしい。じゃあざっくりお悩み相談室のコーナーはこの質問で締めたいと思います。皆さん、はい、今月もありがとうございます。ありがとうございます。いやすごいいっぱいくれてありがとうございます。いろんなね、すごいね、たくさん。絶対ね来月もまた彼女ができませんってくるんだよお前来今月もかっつって。そうだね、毎月できねえな、なかなか。そう簡単にはできないですよね。まあね、うん、自分が成長しないとできないですよ。今と変わんなかったらできない、うんうん、なんか、うん、なんかしら変えよう。そう、その時じゃない。そう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 。では最後のコーナー行きたいと思います。はい、行きます。ここだけのマル秘質問ボックスのコーナー、イエーイイエーイ。はい、ということですね。まあね、あのそのまんまです。このじゃじゃん、マル秘質問ボックス、これあのこう読まないでね、マル秘質問ボックスからくじを引きまして、この中にねいろんな、こんな風にいっぱい皆様から寄せられた質問が入っております。それはもうバンバン引いて何でも答えてってやるぞというコーナーでございます、うんうん、さっきまではね皆様の質問に答えてたけど、今回は私たちがこう答えていく側でございます。でね、今日はいつも私が引いてるんで愛ちゃんに引いてもらおうかなと思いますよ。早速どうぞ。はい、もうなんか結構入ってるからね、どんどん飲んでいきましょう。何が出るかな、何が出るかな懐かしいねもう懐かしいだよねそれね。1個でいいのかな。あ、とりあえず1個よ、どうぞ、はい、どうぞ。開けていいですか。うん、どうぞ。じゃじゃん、読める。おお、好きなコスプレは何ですか。好きなコスプレは何ですかっていう質問がすごいよね。うんコスプレする前提じゃん。すごいんだよ、うん、はい、あの、はい、好きなコスプレは何ですか。じゃやる。え、コスプレね、好き。あ、好き好き。あ、そう。いや、いいよね、結構楽しいよね結構、うん、でもなかなかこう完璧にやる方。あ、どうなんだろう、でも、うん、割と完璧に近いっていうか、まあでも格好さえ捨てればいいかなっていう。髪型とかまではなんか目の色とかもカラコンまでしてすっげーバッチリやれてるじゃん。そこまではね、そこまでしない、がっつりはしてないけど、愛ちゃんのままで服とかだけがっつりやる感じ。そうで、髪型もまあできる限り似せるけど、うん、ウィッグわざわざ買ったりはしないかも。はあはあはあ。で何すんので、ハロウィンとかめっちゃ、うん、私衣装ね10着近くある。え、あ、見たことある、インスタで見たことある。本当に、うん、なんかすげえ可愛いやつ。あれさ、うん、カンコレでしょ。あ、そう、カンコレ、カンコレ。カンコレのさ、あのさ、うさ耳の子いるじゃん、デューンつってここからブーンつってこう、島風ちゃんね、島風ちゃん、すげえ色が多かったデューンつってブーンつっていく子。そう、そう、あの可愛い子やってて、そうそうそう、可愛いんです。インスタ見てやってください、見てください。すごい、あれでも、でもケツ出てるからね完璧に。あ、そうなの、ケツ出てる、すごいじゃん。みんなにケツ出てるよって言われたもん。激しいじゃん。まあでもなんか室内だったから。あれで歌うん、あれでは歌わなかった。 あの時はバーのイベントでテキーラガールやってて、うんうんうん、わお、どうぞどうぞどうぞって言いながら、うん、へえ。私さ、コスプレさ、うん、ここでも何回か話したことあるんだけど、うん、がっつりやったことなくて。あ、そうなん。やりたいやりたいと思ってても、ハロウィンも参加したことなくて、うん、へえ。そう、意外でしょ、うん、意外だ、意外でしょ。で、一回ちょっと自宅でちょっと着てみたのが、うん、あのファイナルファンタジーのティファ。すごくない。あれね、簡単なの、簡単なの。白いタンクトップにこういうなんかサスペンダーに黒のスカート履いてグローブはめればもうティファ、うん、で、このくらいの髪でここを縛ればもうティファ。あ、本当だね。そうなの、そうなの。やってよ、写真。そう、そのなんか、それも確かなんかでアップした。あ、そうなんだ、うん、だから好きなコスプレは何ですかっていうか、それしかやったことないから、うん、いろいろ挑戦してみたいと思います、ね、はい、次。はい、どんどん、コスプレ、はい、どうぞ。今までで一番痛かった思い出、うん、これいろんな意味あるよね。これそう、これはこれあの、まあ、どっちもいいよ、物理的になのか、どっちでもいいよ。痛かった思い出、痛かった思い出、そうだな、あるね、あるね、はい、言える範囲の痛かった思い出、あの暗黒歴史がちょっとちらついてるんですけど、あ、言えるやつお願いします。そうですね、はい、小学生の時の卒業アルバムにさ、うんうん、みんなこう写真が出るわけじゃん、こう個人でさ、何々くん、何々、あ、はい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 、ね、うんうんうん、何組みたいなのがね、そう、うん、テニスの王子様が当時流行ってたんですよ。はいはいはい、テニプリだね、テニプリ、うんうん、あの時の声楽って、まあ、主人公の学校のポロシャツが出てるんだけど、嫌な予感してきた、うん、はい、あれを着て写真撮ってしまって、はい、
載ってるんですね卒アルに。制服じゃないの？あ、制服じゃない、小学校だから。あ、そう、あれか、私服なんだよ。私服か。なんだけどなんかちょうどその時友達とそのテニスの王子様にハマってて、でポロシャツ着て撮ろうぜみたいな。え、その友達もじゃあポロシャツ？友達もポロシャツで撮ったんだけど、うん、あれってね前髪がこうやって隠れてるとダメなんだって。あの、そうなんだ。証明写真みたいなもんだから。で友達はかかってて別の日に撮り直しになっちゃって、うん、私だけポロシャツなの。ダサあれダサくない、ダサくない、ダサくない。いやめっちゃ恥ずかしかったね。あ、確かに一人だけっつうのはね、なんかペアでやったんだ、うん、あ、仲良しなのね、はいはいみたいな感じでわかるけど、あ、すごいね。いや、ちょっと痛かったなって思います。それ痛い、ちょっと見たいね、それね。本当に痛い、もうもうダメですもうダメですもうダメです、もうダメです、うん、私ね、あの物理的に痛いやつ言っていい？あ、いいよ。これ小学校に入る前なんだけど、うん、自転車乗ってたのよ、うん、お母さんとお姉ちゃんと私で自転車乗ってて近くのスーパーまで買い物に行ってたんだけど、はい、茨城ね結構山なのね、山道だ。そうなんだ。そうそうそう、だからもうこんななの道が、うん、でこんな時はいいんだけど、シャーって時に前に走ってた姉ちゃんがノンブレーキでシャーって行くもんだから、うん、え、待ってって感じになるじゃん。だから私もノンブレーキでシャーって行ってたらもう手の力が追いつかなくてこうなるわけよ。グダ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 ってなって、で挙句、まあ、ちょっと自分的にはどうなったかもう覚えてないんだけど、うん、どうやら自転車からこう身を投げ出され、エビ反り状態で顔面をすっていったらしい。わかるこれ？ここは顔で、うん、こう坂をズザザザザザザザって顔で降りてったんで。顔面ブレーキってこと？こっちに背中があって、この辺に足があるっていう。足があってズザザザザザって。なんかその頃から身体能力すごいんだね。そうそう。でなんか救急車に運ばれたらしいよ。あ、本当？そう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 。だ全然痛くないんだけど自分は、ちっちゃい頃すぎて。うん。でも顔中血まみれで、だよね、だよね。あのこうその救急車までお母さんが背負っててくれたんだけど、うん、お母さんの白い T シャツが真っ赤に染まっていくのは覚えてる。うん、え、ちょ、超血だらけ。痛くないの？痛くないの？なんか赤くなるっていう怖ーのだけ覚えてるんだよね。だからその子の写真見るとなんかすごいあちこちに傷がこう、うん、よかったね、綺麗になってね。よかった、本当にこの綺麗な顔が。よかった、よかった、傷だらけじゃなくてよかった、ね、そう。あともね、あのよくさ傷でハゲとかあるじゃん。なんもなかった。そうなんだね。そう、イエーイ、イエーイ。痛い思い出。今日ねちょっとね、うん、この後の告知コーナーいっぱい時間取ってるからこれで終わり。ありがとうございます。早い、早い、すごい早いでしょ。2人だと早いんじゃないこれ。そうなの。私1人で50分とか持たないもん絶対。ということで、このここだけのマル秘質問ボックスのコーナーは2個だけでごめんね、これで終了したいと思います。ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます。もうね、皆様から寄せられてますからね。はい、はい、ということで早くも本日もう終わってしまいますよ。あと7分ちょっとで。へー、どうだった今日？楽しかった。こういう番組は出たりするの？あの、初めてですね。あ、そう、うん、あ、え、あ、そうなの？そう、初めてだね。これ生放送でしょ？うん。え、そういうのやったことなくて。結構喋ってるけど。うん、喋れる。でも、これはあのエリちゃんがいるから喋れるんで、私一人でやるってなったら多分ね、結構グダっちゃう、本当に。そうなんだ。うん。あ、そうなんだ。全然そんな感じしなかった。うん、でもエリちゃんにもさ前言ってもらったんだよね。うんうんうん、こういうのやったらみたいな。うん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 、ちょっとこれを機になんかやってみたいなって思いました。いいじゃん。みんながね、ファンがこうアイちゃんに会える機会が増えるっていうのはすごいいいことだと思うよ。ぜひぜひ。ね、もっと言ったってこの人の、もう私が言い出すとすげえ文句しかない。この人更新しないとかいろいろ言っちゃうから。そう。じゃあなんかございましたら告知どうぞ。はい。ですね。今ほら。そう、今 BGM 流してもらってるんですけど、うんうんうん、これは。うん、私が所属しているクリエイターチーム、作家ですね、うん、作家の皆さんがやってるチームの曲なんですけれども、うん、今月の22日、はい、金曜日ですね、金曜日ね、はい、に新大久保クォーターノートというところでライブがあります。はい、ネクストブレイクロックパーティーっていう感じで、すごいじゃん。まあ多分本当に次にブレイクする。完全にそうじゃん。はい、え、すごい。やばい。いやでもね、本当ここ台湾の方たちもすごいんですよ。そうだよね、言ってたよね。ニコニコ動画とかで結構有名な方のバンドが出演したりとかしてて、うん、言っちゃいやいやいや、あのね、これでも言っていいやつでしょ。言っていいよ、言っていいけどね、今ね言っていいよ。あのね、ちょっとね、そう
ないねこの人ね、そうちなみにこの人あのサウンドパルスというバンドのボーカルとして出場いたします。時間が ねオープンが6時でスタートが6時半でございます、ね、6時半ですね。そうチケットが、2500円プラスワンドリンクだそうです、はい、ワンドリンク500円ぐらいかな、うん、結構夜遅くまでやってんのこれ。そうですね、最後のバンドが9時40分に終わるので、まあ、10時までなんですけど私の出番は7時50分、うん、7時50分、はい、7時50分頃ですね。これでそんだけすごい大物が集まって、あ、言ってどうぞどうぞ。そう大物、そうですね、出演者、はい、ライトハートシンキング、うん、渡辺拓也バンド、うん、ハイパーノバ、うん、ノーリーフクローバー、うん、そして私たちのサウンドパルスとなりますね。すごい、すごいじゃん。3バンド目なんですけど、うん、結構すごいじゃん。結構すごい方だ。これで2500円って割とすごくない？まあそうだね、結構ね、あの本当にうまくて、それでもうフォロワー数とかも皆さんのね、この出演者のバンド見たんだけど、うん、フォロワー数みんなすごいみたいな思って、なんか私も頑張りたいなと思いました。いやだから、はい、ぶっちゃけいや頑張ってるけど、売れる前だからこそこの値段でその大物がブワーって見れるわけでしょ、うん、売れ出したら大変なわけでしょきっと。なるかな、なるかな、なるなるなるなんだかね、うん、そうだよね。これぜひ皆さん足運んでみてください。新大久保クォーターノートという場所ですね、はい、7月22日。あとほらあるじゃない、あなたの夢が叶ったのが。そうなんです、1月13日、はい、あと3日、うん、3日だよ、水曜日だもんね、あと3日。そう、うん、なんと久々に東京ドームで歌わせるってもらえます。やったやったよかったじゃん、嬉しい。どういうイベントですね、うん、毎年東京ドームで行われている、うん、あのご当地のものですね、ふるさと祭りというイベントがあります。そのイベントの、まあ、特設ステージみたいな感じのところで、久野愛ソロアーティストとして歌わせていただくことに。それはソロなんだね。そうなんです、さっきのバンドだけど、さっきのバンド。へえ。なんで周りに仲間がいない分、私はちょっと責任を感じております。まあね、そうだね、今日ね昼間もね練習してたっつってたから頑張ってんじゃん。何曲ぐらい歌うの？ですね、4曲かな。4曲、あ、うん、結構時間取れるんだね。取れる、パパパパって歌って感じ。ととはははってちゃとはそうなんですよ。わすごいわ。はい、まあふるさと祭り自体がすごい楽しいイベントらしくて、んなんかやっぱりご当地のいろんな美味しいものだとか、なんかねぶた祭り、何々祭りとかが、で多分出張みたいな感じでちょっとやったりとかするらしくて。そうなんだ。でもふるさと祭りやってんの？あ、やってんの？そう、13日だけじゃなくて8日からやってます、はい、チケットこれいくら？チケットはこれは前売りで1300円ですね、はいはいはい、当日だと1500円。グーって安いんです。そう安いんです。へえ、ドームなのに。そう、広すぎて愛ちゃんがこんななんじゃないの？多分ね、米粒米粒米粒もうちょっと近くに来て。そしたらちなみに私行きます。ありがとうございます。なんなら22日も行きます、ね、本当に私も最高、神様ありがとう。イエーイ、ありがとうございます。やっぱね、いやすごいじゃない。なんかさ、CD とか出して、はい、アダザクラ以外出してない？アダザクラ以外はですね、そうサウンドパルスで作った CD があるんですけど、うんうんうん、それはあのネットでも買えるんですけど、うん、13日の東京ドームでも販売するので。お、すごいじゃん。よかったら。え、それ販売コーナーに愛ちゃんいるわけ？そうだね、物販がちょっと時間がね、ちょっとマネージャーとかあの、うん、スタッフの人に手伝ってもらう感じになるんですけど、うんうんうん、え、そのさ、いや今無茶振りするけど、うん、この13日に来てくれて、うん、買ってくれた CD にはサイン付きとかないの？え、書く書く。あ、本当？書く書くよ。え、書いてよ。え、じゃあサイン作って。特別つく。あと写真も撮りたいです。いいじゃんいいじゃん。はい、ぜひ。写真と日付とサインがついた CD が買えるということです。これ行くしかないんじゃん。あ、ね、CD500 円なんで。安いなおい。すごいんだよ。え、なんて5曲ぐらい入ってるのかな。で、しかも作ってくれた作曲家の人たちも、うん、実はすごい人たちで、もうアイドルだったり。いやそうだよね。ちょっとチラッと見たけど普通にすげえよ。あ、結構あの著名人を作曲してる方が。おーおーおー、作っている CD なので。そうだそうだそうだ、これはさ、そうだよね、ぜひチェックしてみてくださいということですよ。これですよ。はい、はい、ということで愛ちゃんの宣伝、このままちょっと私の宣伝もしていい？やばい、ごめんね、喋りすぎちゃった。全然いいの、私いつもしてるから。私あのあれですね、アメブロ、ツイッター、インスタグラム、いろいろやってますけども、最近ショールームも始めました。とあのね、一番言いたいのは、私もドラマ CD 出すの。え、すごい。1月25日発売。なんとあのね、ラブレターという題名の声優たちが
それぞれ違った人に向けたラブレターを読み上げるというのが2000円で発売になりました。こちらもチェックしてみてください。買う買う、イエイエイということで本日はゲストに久野愛さんをお呼びいたしました。小野えりの声優ですが、ではまた次回は2月14日バレンタインデーじゃんにお送りいたします。では楽しみにしててね。ありがとうございました。バイバイ。またね。